ドラドラ野球 TV です。今回は新企画、先日開催された現役ドラフト12球団を独自に採点してみました。面白い結果になりましたので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ドラドラ、まずは今回の採点方法の説明をしていきましょう。こちらは今年の現役ドラフト、セリーグ6チームの獲得選手と放出選手の一覧です。それぞれのチームのファンの皆さんは、新しい選手への期待と移籍となってしまった選手の喪失感で引きこもごもといった感じでしょうか。中日ファンの私も、梅野投手への期待感と同時に、広志のあの剛腕復活が中日で見られないのかと複雑な気持ちです。さて今回の企画は、各チームの獲得選手の採点から放出選手の採点を引いた数値を算出し、その数値が大きかったチームが現役ドラフト採点1位という感じでランク付けしていこうと思います。流れ的には各選手の採点をし、その後各チームの採点をします。では今回の企画の肝、選手をどう採点するかというと、それぞれの選手の実績と伸びしろの合計点で採点していきます。実績は来年の年俸、伸びしろはドラフト契約時の契約金と年齢の若さで計算。選手の実績は通算成績などを比較しようかと思いましたが、投手野手の比較、また投手でも先発と救援の比較は難しいため、個人的にはその選手の価値の絶対評価と考えている年俸を比較、伸びしろはいわゆる選手のポテンシャル、野球選手としての器の大きさを表のような感じで評価しました。では早速実績の採点、年俸ランキングです。1位は3500万の阪神から巨人に移籍の馬場投手です。プロ6年で106試合登板7勝22ホールドの大型リリーバー。そして2位は3000万でロッテから DeNA 移籍の佐々木千早投手。外れ1位ながら5球団競合はドラフトファンの語り草です。その後の愛斗選手、梅野投手までの4人が3000万前後。もちろんチームによって査定の差はありますが、これくらいの年俸が一軍で実績を残したといえる年俸ではないでしょうか。逆に愛知の津島市出身、ソフトバンクから日本ハムに移籍の水谷選手は560万で最下位。支配下選手の最低年俸が420万。高卒ながらプロ5年目で1軍出場なしという実績を見ると、かなり瀬戸際の立場での移籍となったことが見て取れます。ただウェスタンリーグを見てる中日ファンからすると、他球団で見てみたいなと思わせる攻撃力を持った選手ですよね。悲しんでいるホークスファンも少なくないのではないでしょうか。どやどや、続いて伸びしろの採点、まずは年齢ランキングを見ていきましょう。年齢ランキングはこちら、選手それぞれ入団の年齢も違いますし、ピークのタイミングも違いますので、若ければいいというわけではありませんが、一般的に28歳あたりが野球選手の身体能力ピークと言われるため、若いほどまだ伸びる余地、伸びしろはあると考えられます。今回の現役ドラフト指名選手で最も若いのは、ソフトバンクから日本ハムに移籍の水谷選手の22歳。似ていると言われる万波選手との化学反応に個人的に注目しています。続いて24歳は3人で、中日移籍の梅野投手、楽天移籍の桜井投手、ソフトバンク移籍の長谷川投手。逆に28歳のピーク年齢付近である漆原投手、馬場投手、北村選手、中村投手、佐々木投手はシーズン開幕から結果を求められそうです。続いて契約金ランキングを見ていきましょう。契約金ランキングはこちら、プロ入団時の契約金はその選手のその時点での能力値と今後のスケールの大きさに対する球団の評価です。1位の佐々木投手、鈴木投手はドラフト1位で契約金1億プラス出来高5000万の最高評価を受けてプロ入りしました。馬場投手含めドラ1、3人が現役ドラフトリストになったことも、今回の現役ドラフトの大きな特徴となりましたね。今回移籍となった12人のうち、オリックスから阪神移籍の漆原投手は唯一の育成指名選手。しかしながら2年目に支配下昇格を勝ち取ると、その年に初セーブも記録した注目株。ここからの下克上に期待です。それでは伸びしろ採点の発表です。こちらは先ほどの年齢ランキングと契約金ランキングの獲得ポイントを足して2で割った伸びしろ採点です。実績採点は馬場投手が1位でしたが、伸びしろ採点はヤクルトから中日に移籍の梅野投手が見事1位となりました。高卒ながらドラフト3位指名を受け、プロ7年で216登板14勝74ホールドを記録。現在24歳。ここまで起用が酷使気味なので、うまく中日コーチ陣が運用してそのポテンシャルを最大に伸ばしてほしいですね。
2位は逆に中日からオリックスへの移籍となった鈴木博志投手。ドラ1右腕はまだまだ26歳。パノ投手王国オリックスでの覚醒を願ってやみません。胸のすくようなピッチングを見せてくれ。どやどや。それでは実績と伸びしろを合計した選手個人の総合ランキングの発表です。こちらが実績採点と伸びしろ採点を合計した総合ランキングです。1位は中日移籍の梅野投手と巨人移籍の馬場投手となりました。その後は佐々木投手、愛斗選手、鈴木博志投手と続き、世間での評価に近い順となった感じですね。上位の選手を獲得できたチームのファンの方は期待で胸が膨らんでいることでしょう。しかしながらこのランキングでは下位の選手にも環境が変わることによる才能の開花も十分期待できますよね。もし昨年の現役ドラフトメンバーで同じランキングを作っても中日の細川選手は下位になると思います。そこからのあの大躍進、未来は誰にも分かりません。それでは最後、12球団で一番うまく現役ドラフトを立ち回った球団はどこだったのでしょう。獲得選手と放出選手の差でランキングしました。1位は佐々木投手を獲得し、櫻井投手を放出した横浜 DeNA となりました。2021年には8勝26ホールドを記録した佐々木投手が復活できるならばものすごい補強となります。2位のオリックスはかなり面白い結果ですよね。漆原投手、鈴木博志投手ともにプロでの成績は似たような感じですが、育成1位投手放出でドラ1投手を獲得した形になりました。逆に阪神はドラ1投手放出で育成1位投手を獲得した形になりますね。それだけ見るとかなりギャンブルな指名に見えますが、昨年大竹投手の才能を見出したタイガース、漆原投手まで覚醒させたらもう手がつけられませんね。どやどや。最後までご視聴ありがとうございます。今回は2023年現役ドラフトの採点をさせていただきました。また開催後に気になるニュースも報道されたので、そこにも触れて動画を終わろうと思います。今年の移籍メンバーは昨年のメンバー以上に実績やドラフト順位もいい選手がリストになった印象ですね。その中で12球団で一番うまい立ち回りをしたのは DeNA という結果になりました。ただこれは獲得選手と放出選手の差し引きで計算しているだけなので、トレードとして考えるなら一般的にうまくやったと言われる結果でしょうか。それ以上に各チームのファンの方は獲得した選手の実績や今後の伸びしろに注目している方が多いのではないでしょうか。特に馬場投手を獲得した巨人ファン、佐々木投手を獲得した DeNA ファン、そして梅野投手を獲得した中日ファンは盛り上がっているのでは。そして現役ドラフト後にはいくつか気になるニュースも報道されました。まず獲得順を決める事前の人気投票で1位は巨人だった模様。北村選手とともにリストアップされた巨人の選手が一番多くの人気を集めたということでしょう。その後は阪神、オリックス、中日、ヤクルトと進み、巨人の北村選手を指名。その後はどのチームの指名になったかは報道がありませんが、皆さんの予想はどうですか。次は DeNA なのかなと個人的には予想しています。また来年以降、現役ドラフトを年2回開催を求める声が12球団関係者から出ていると日刊現代編集部がツイート。また選手会の森事務局長はチームがリストを出す形でなく、出場試合数や年齢などの条件で自動的に対象選手がリストアップされる形など、さらなる移籍の活性化を提言していましたね。個人的には移籍の活性化は賛成派です。あまりにも選手の入れ替わりが激しいのは日本のプロ野球の良さを消してしまいかねないので避けてほしいと思いますが、チーム事情により活躍の場が制限される有力選手にはぜひ移籍を活発化してチャンスを与えてほしいなと思いますね。皆様のご意見もどんどんコメントください。野球界発展のためにどんどん議論していきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。